白昼夢「江戸川乱歩」「あれは白昼の悪夢であったかそれとも現実の出来事であったか」「晩春の生暖かい風がおどろおどろとほてった頬に感じられる」 蒸し暑い日の午後であった用事があって通ったのか散歩の道すがらであったのかそれさえぼんやりとして思い出せぬけれど私はあるバスへの見る限りどこまでもどこまでもまっすぐに続いている広い埃っぽい大通りを歩いていた洗いざした人獲物のようにしらちゃけた商家が 黙ってて軒を並べていた三尺のウィンドウに埃でだんだら染めにした小学生の運動シャツが下がっていたり五番のように仕切った薄っぺらな木箱の中に赤や木や白や茶色などの砂のような種物を入れたのが店いっぱいに並んでいたり狭い薄暗いうちじゅうが天井からどこから 自転車のフレームやタイヤで充満していたりそしてそれらの殺風系な家々の間に挟まって細い格子戸の奥にすすけた御神刀の下がった二階屋が「そんなに両方から押し付けちゃ嫌だわ」という格好をしてボロンボロンとわいせつな三味線の音を漏らしたりしていた「圧服打ち切りアッパッパー」。 おさげをほこりでお化粧した女の子たちが道の真ん中に輪を作って歌っていた「あっぱっぱ」という涙ぐましい旋律がかすんだ春の空へのんびりと蒸発していった男の子らは縄跳びをして遊んでいた長い縄の鶴が粘り強く地をたたいては空に上がった。 田舎島の前をはだけた一人の子がぴょいぴょいと飛んでいたその有りは高速度撮影機を使った活動写真のようにいかにも悠長に見えた時々重い荷馬車がゴロゴロと道路や家々を振動させて私を追い越したふと私は行く手にあたって何かが起こっているのを知った 四五十人の大人や子供が道端に不規則な繁栄を描いて立ち止まっていたそれらの人々の顔には皆一種の笑いが浮かんでいた喜劇を見ている人の笑いが浮かんでいたある者は大口を開いてゲラゲラ笑っていた好奇心が私をそこへ近づかせた近づくに従って 大勢の笑顔と際立った対象を示している一つの真面目腐った顔を発見したその青ざめた顔は口を尖らせて何事か熱心に弁じ立てていた野志の工場にしてはあまりに熱心すぎた宗教家の辻絶法にしては見物の態度が不謹慎だった一体これは何事が始まっているのだ 私は知らず知らず半円の群衆に混じって弔問者の一人となっていた演説者は青っぽいくすんだ色のセルに黄色の角帯をきちんと締めた風彩のよい見たところ相当教養もありそうな四十男であったかつらのようにきれいに光らせた髪の下になかだかのらっきょう型の青ざめた顔 細い目立派な口ひげでくまどった真っ赤な唇その唇がブサホにつばきを飛ばしてパクパク動いているのだ汗をかいた高い鼻そして着物の裾からは砂ぼこりにまみれた裸足の足がのぞいていた「俺はどんなに俺の女房を愛していたか」。 演説は今や好調に達しているらしく見えた男は無料の感慨を込めてこう言ったまましばらく見物たちの顔から顔を見回していたがやがて呪文に答えるように続けた「殺すほど愛していたのだ」「悲しいかなあの女は浮気者だった」 ドット見物の間に笑い声が起こったのでその次の「いつよその男とくっつくかもしれなかった」という言葉は危うく聞き漏らすところだったいやもうとっくにくっついていたかもしれないのだそこでまた前にも増した高笑いが起こった「俺は心配で心配で」 彼はそう言って、歌舞伎役者のように首を振って。商売も手につかなんだ。俺は毎晩寝床の中で女房に頼んだ。手を合わせて頼んだ。笑い声。どうか誓ってくれ。俺より他の男には心を移さないと誓ってくれ。しかし。 あの女はどうしても私の頼みを聞いてはくれないまるで商売人のような巧みな筐体でテレンテクダでその場その場をごまかすばかりですだがそれがそのテレンテクダがどんなに私を引きつけたか誰かが「ようようごちそうさま」と叫んだ そして笑い声。皆さん男はそんな繁盛などを無視して続けたあなた方がもし私の境遇にあったら一体どうしますかこれが殺さないでいられましょうかあの女は耳隠しがよく似合いました自分で上手に言うのです 台の前に座きれいにお化粧した顔が私の方を振り向いて赤い唇でにっこり笑いました男はここで一つ肩を揺り上げて目を切った濃い眉が両方から迫ってすごい表情に変わった赤い唇が 気味悪くひんまがった。俺は今だと思ったこの好ましい姿を永久に俺のものにしてしまうのは今だと思った用意していた千枚同士をあの女のにおやかな襟足へ力任せに叩き込んだ笑顔の消えぬうちに大きい糸切り歯が唇から覗いたまんま 死んでしまったにぎやかな広告の楽隊が通り過ぎた大ラッパがょうな音を出した「ここはお国を何百里離れて遠き満州の」子供らが節に合わせて歌いながらぞろぞろついていった「諸君 あれは俺のことを触れ回っているのだ「マガラ柄太郎は人殺しだ人殺しだ」そう言って触れ回っているのだまた笑い声が起こった楽隊の太鼓の音だけが男の演説の伴奏ででもあるようにいつまでもいつまでも聞こえていた「俺は」 女房の死骸を5つに切り離したいいかね銅が1つ手が2本足が2本これでつまり5つだ惜しかったけれど仕方がないよく太った真っ白な足だったあなた方はあの水の音を聞かなかったですか 男はにわかに声を低めていった首を前に突き出し目をキョロキョロさせながらさも一大事を打ち明けるのだと言わぬばかりに「三七二十一日の間私の家の水道はザーザーと開けっぱなしにしてあったのですよ」「五つに切った女房の死体をね人だるの中に入れて 冷やしていたのですよこれがね皆さんここで彼の声は聞こえないくらいに低められた「秘訣なんだよ秘訣なんだよ死骸を腐らせない死人というものになるんだ死人。 ある遺書の城の甲が私の目の前にその著者のカビ臭い絵姿と共に浮かんできた一体全体この男は何を言わんとしているのだ何とも知れぬ恐怖が私の心臓を風船玉のように軽くした女房の油切ぎった白い胴体や手足がかわいいローになってしまった。 <laughs> お決まりを言ってらおめえそれを昨日から何度おさらいするんだい誰かが武作法に怒鳴ったおい諸君男の調子がいきなり大声に変わった俺がこれほど言うのがわからんのか君たちは俺の女房は家出をした家出をしたと信じきっているだろう ところがなおいよく聞けあの女はこの俺が殺したんだよどうだびっくりしたかははははは。<laughs> 断ち切ったように小声がやんだかと思うと一瞬間に元の生真面目な顔が戻ってきた男はまたささやき声で始めた それでもう女は本当に私のものになりきってしまったのです。ちっとも心配はいらないのです。キスのしたい時にキスができます。抱きしめたい時には抱きしめることもできます。私はもうこれで本望ですよ。だがね、用心しないとは危ない。私は人殺しなんだからね。 いつおまわりに見つかるかしれないそこで俺はうまいことを考えてあったのだよ隠し場所をね巡査だろうが刑事だろうがこいつにはお気がつくまいほら君見てごらんその死骸はちゃんと俺の店先に飾ってあるのだよ男の目が私を見た 私は,はっとして後ろを振り向いた。今の今まで気のつかなかったすぐ鼻の先に白いズックの火を追いドラッグ受け合い薬見覚えのある丸ゴシックの書体そしてその奥のガラス張りの中の人体模型その男は「〜何々ドラッグ」という称号を持った薬屋の主人であった。 ねいるでしょう。もっとよく私のかわいい女を見てやってください何がそうさせたのか私はいつの間にかひおいの中へ入っていった私の目の前のガラス箱の中に女の顔があった彼女は糸切り場をむき出してた 笑っ笑ていた「忌まわしい老細工の種物の奥に真実の人間の皮膚が黒ずんで見えた」「作り物でない証拠には一面に産毛が生えていた」「すーっと心臓が喉のところへ飛び上がった私は倒れそうになる体を危うく支えて悲料医から逃れ出した」そして 男に見つからないように注意しながら群衆のそばを離れた振り返ってみると群衆の後ろに一人の警官が立っていた彼もまた他の人たちと同じようにニコニコ笑いながら男の演説を聞いていた「何を笑っているのです」「君は職務の手前それでいいのですか」 あの男の男言っていることがわかか。りませんか嘘だと思うならあの費用意の中へ入ってごらんなさい東京の町の真ん中で人間の死骸が晒し者になっているじゃありませんか無神経な警官の肩を叩いてこう告げてやろうかと思ったけれど私にはそれを実行するだけの気力がなかった 私はめまいを感じながらひょろひょろと歩き出した行く手にはどこまでもどこまでも果てしのない白い大道が続いていた影うが立ち並ぶ電柱を海藻のように揺すっていた江戸川乱歩作「白昼夢」。 お相手は久保田一郎でした。